みなさん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回もまたほとんどの新製品を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。その製品とはこちらだ。ズバババババン。ホットーンのソウルプレスというペダルでございます。まあ、最近なんか僕はこのホットーンの回し物みたいな感じになっているような気がすごくするんですけれども、なんかね、単純にね、このね、製品がすごくいいんですよ。なんかこれはね、もう仕方がないというか、今回のこのペダルもね、衝撃的なぐらい、もうすごいいいペダルって感じです。もうすげえですよ。もうこのサイズですよ。この軽さですよ。で、まあ、ペダルといってもいろんなペダルがありますけれども、このソウルプレス1台で、ワウペダルとしても使えますし、ボリュームペダルとしても、エクスプレッションペダルとしても使えると、1台3役ですよ。そんな便利にしなくてもいいんじゃないのかなっていうぐらいに、もうすごく小さくて軽くて便利な感じでございます。ワウを使ったことがない方、触ったことがない方のために、ちょっと参考程度にご紹介させていただきますと、ワウペダルってまあこんなんですよ。そこそこ大きいですし、そこそこ重いです。でも、ワウを触ったことがなければ、なかなかこの重さ想像できないかと思いますので、もう一つ参考資料を用意しました。それがこちら。砥石です。これはキングデラックスの1000番の砥石なんですけれども、まあ、サイズはワウの方がちょっと大きいかなって感じですけれども、重量としてはね、結構どっこい、結構同じぐらいっていう感じです。なので、まあ、世の中のね、ワウを使うバンドマンの方々は、この砥石みたいなやつをまあケースに入れたりとか、エフェクトボードの中に入れてこう、わせわせと運んでいるわけですよ。ちょっと考えただけでも、これは大変だってなるじゃないですか。かくいう僕もスタジオにこれ持っていくのすげえ億劫なんで、毎回毎回使わないようにしてますし、なんか持っていかなきゃいけないときはちょっと憂鬱になるような感じでございます。でも、ところがどっこい、ところがどっこい、この今回のホットのソウルプレスになりますと、ね。指1本で持ててしまうぐらいに軽くて、こんな小さくて、こんな小さくしなくてもいいんじゃないのかなというぐらいに小さい感じです。で、あまりにも興奮して、キッチンからこんな電子ばかりを持ってきて、重さを測ってみたんですけれども、9V 電池が入っているんですけれども、375g でした。9V 電池込みで 375g。ちなみにさっきのこのワウ、体重計でついでに測ってみたんですけれども、1.7kg。ありました。僕の中でこのサイズとこの重量、これだけでかなり大ヒットという感じです。で、まあ、他にもいろんな便利な機能がついちゃってね、もうなんだかなって感じですよね。世の中便利ですよ。便利な世の中になってきましたよ、ほんまに。もうこれはね、超絶おすすめ。超絶おすすめです。もう今年一番のおすすめエフェクターかもしれません。まあ、よければいろいろ音も鳴らしてみますので、参考程度に見てやってくださいませ。で、思想環境としてはいつも通り、このビル・ローレンスから、ベルデンのケーブルかな、まあ、何かのケーブル行って、ホットワンにソウルプレスに行って、で、これもベルデンかな、まあ、何かしらのケーブルから、ホットワンのブリティッシュインベーションに行って、ホットワンキャビネットに行ってという、ホットワン尽くしな感じでお届けしてみようかなと思います。で、まあね、ワウペダルだから手元見ててもしょうがないので、今回初の試みとして、画面とズババーンと足元をちょっとお見せしながらやってみようかなと思います。うまく映せてますでしょうか。ではでは、アンプの電源を入れて、このクリーントーンに設定をして、とりあえず鳴らしてみますと、まあ、この音。まあ、普通のエレキギターって感じですね。オンにしてみましょう。つま先側をぐっと踏み込むと、LED が光ってオンの状態になります。で、今、ワウペダルのモードにしてあるので、つま先側にすると高音成分が強調されて、かかと側にすると高音成分がちょっと引っ込みます。なんか弾いてみましょう。どうでしょう、普通に使える音ですよね。小さくて軽いといえども、普通にワウとして使える音だと思います。
こんな感じです。ちょっと歪ませてみましょうか。一回オン、オフにして、歪ませて、こんな感じで鳴らしてみましょう。普通にバイパスの状態、エフェクトをかけてない状態だと。こんな感じです。オンにしてみます。せい。こんな音。こんな感じです。もうちょっと歪ませてみましょうか。こんな感じです。まあ、ちょっと唯一のデメリットとしては、その、つま先を踏み込んだときのこのスイッチのオフが結構軽い感じなんで、なんかこう熱くなってこうワウペダル踏みまくっていると、なんかこうね、知らない間にスイッチオンオフしちゃって、あーっていう感じになりかねないなっていうのが一つ。あと、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、本体がすごい軽いんで、固定しないとちょっと使いにくいかもしれないです。一応、このペダルの可変幅はね、普通のそのペダルと同じ可変幅なので、踏み心地はすごくいい感じなんですけれども、一貫性軽いんで、その結構グラグラしてしまうと。なので、エフェクトボードにちゃんとマジックテープとかでなんかくっつけたりとかするような、そういった工夫がちょっと必要かなと思います。少なくとも地面にベタ置きの状態でライブとか使ったりとかすると、まあ、結構踏み外しかねないほどの軽さという感じです。ちょっとその辺、工夫をしてみてくださいませ。まあ、こんな感じで音を聞いてみてわかるかと思うんですけれども、普通に使える音です。こんな感じ。ではでは、他の機能もちょっと使ってみましょうか。動画ではわかりにくいかと思うんですけれども、ここにスイッチがございまして、WOW Expression Volume とございます。今は一番上にしているので、WOW ペダルのモードなんですけれども、次はこのボリュームペダルのモードにしてみましょうか。で、またね、このね、裏側にね、なんかこう、また便利な機能がついてるんですよ。ボトムバリューと書いてございます。ボトムバリュー。つま先ときは 100% なんだけれども、かかとにしたときに何パーセントにするかいっていうことをここでこの調整できるわけですよ、このダイヤルで。なぜそこまで便利にしたのかと、逆に気になるぐらいなんですけれども、すごく便利です。つま先側 100% は、これはまあ決め打ちなんですけれども、かかと側のときに0から50までの値を設定することができます。0から50。なので、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけれども、0に設定すれば、その 100% の状態。で、かかと側にすれば、ムード 0%、まあ。つまりミュートの状態という感じですよね。で、もちろんオフになっていれば、音量の変化はないという感じでございます。で、この 50% にして、また面白いなと思うのが、アンプと組み合わせるときとかすごくいい感じですよね。まあ、つまりその、アンプのこの歪み量といいますか、この音圧の量をペダル側でコントロールすると、クリントンっぽく弾きたいときは、かかと側で 50% に設定をして、踏み込む。
みたいな感じの使い方でございます。まあ、普通に歪みの量を調整するためにも使えますし、音量を調整するためにも使えますし、音痩せみたいなのもすごくない感じなので、いい感じだと思います。で、ワウペダルの音色は、ワウの中では結構マイルドな方かなって感じですよね。踏み込んだときにその耳をつんざくような高音が出るワウとかもあるんですけれども、そういうのに比べるとかなりマイルドな方でございます。で、マイルドな場合って、その聞こえはすごくいいんですけれども、アンサンブルの中とかに入ると結構埋もれてしまうことがあるので、まあ、その辺ちょっとこの好みによるところですけれども、ちょっと使い方を考えてもいいのかなという感じでしょうか。で、まあ、このあともう一つ、エクスプレッションモードにすることによって、例えばこういうすごい高機能なディレイのエフェクターとか、を操作するためのペダルとして使うこともできるという感じでございます。ちょっとこの辺すげえややこしいので、また機会があったらやってみたいんですけれども、まあ、もしこういうのを揃えてみたいという方は、楽器屋さんに行くと、こういうステレオジャックってものが売ってますので、こういったものを1つ用意しておいていただいてもよいかもしれません。実際に使うときになったら、そのアウトプットのところにそのステレオのジャックをつないで、で、片方のこのステレオのジャックを、このエクスプレッションのところにつないで、で、まあ、いろいろこう操作をしていくというような感じになります。なかなかこの設定の仕方とかもね、少しややこしいので、また今度、このタイムラインとソウルプレスの組み合わせで、設定の仕方とかもちょっと紹介させていただこうかなと思いますので、そちらはまあお楽しみにという感じでございます。ではでは、どうでしょうか。あ、ベースが。どうでしょうか。ホットーン、ソウルプレス。まあ、普通に僕はこんだけ興奮しているのから伝わっているかもしれませんけれども、普通にめっちゃいいです。めっちゃいいです。なんかこの僕が高校生の頃とか、まあ、あとバンドをよくやってた頃、10年前ぐらいですね。あのバンドをずっと頑張ってた10年前ぐらいに発売してくれれば、なんと、嬉しかったんだろうかっていうくらいに、まあ、そんなこと言ってもまあどうしようもないですけれども、そのぐらいすごくいい製品だということでございます。よかったら楽器屋さんで見かけたら試奏をしてみてくださいませ。普通にワウとしてもめっちゃ使いやすい音色なので、きっと気に入ること、受け合いだと思います。それでは今回もまた、ホットーンの新製品、ソウルプレスのご紹介でございました。機会があったら触ってみてくださいませ。それではさようなら。あ